ごめんね、学校休ませちゃって。いえ、いいですよ。今日はちょっと気分が優れなかったので、私的にも、時間ができて、よかったと思います。そう、何か辛いことがあるなら相談に乗るからね。いつでも話してちょうだいね。さっきの人は良かったのですか？ああ、問題ないわよ。ちゃんと私の中にいるから。あ、ごめん、とりあえず問題ないわよ。ことかちゃんに能力の話をしてもわからないわよね。月下先輩も能力者ですからね。私にわからないことができるんですね。あら、どうしたの？最近能力について学んだの？はい。どうしたの？何か辛いことでもあった？その、月下先輩は、その、パトさんのこと、どう思っていますか？どうしたの急に。パト。はい、真剣に答えてほしいんです。好きよ、友達とか家族としてじゃなく、一人の男性として。そうなのですか。そこまで知ってるってことは専属心とかの話は聞いたことある。はい、メリアさんという方から熱烈なアプローチをもらいました。センスがある、専属心になってほしい。って、そう、ことかちゃんは選ばれたってことなのね。どういうことですか。私はね、パトの専属心になりたいから学校を辞めて、こうやって世界中修行の旅をしていたの。そうだったのですか。私は自分からメリアちゃんに専属心になりたいってお願いしたわ。でも、あなたにはセンスがない。って言われて断られたの。でもそんな時にパトが私の居場所をずっと開けておく。周りの意見なんか全部跳ね飛ばしてでも私を専属心に選ぶって言ってくれた。だから今の私がいるの。だからパトには感謝しかないし、絶対にパトの思いが叶えられるように私はメリアちゃんを納得させたい。って思ってるの。ことかちゃんはどう？当然パトとは話したのでしょう。私も最初は話しててすごく楽しくて、広い世界を見て、いっぱい多くの経験をしているパトさんを、心の底から好きになっていました。その時はロカちゃんからもアドバイスをもらったりしました。そうなんだ、パトも隅に置けないねー。でも、なんか、悩んでいるわよね。はい、昨晩、パトさんは私との待ち合わせの約束を破って、私の恩人、私の母親のような人なんですけど、その人を襲っていたんです。その時はその場の光景、全身血まみれのパトさんを見て、気が動転してパトさんにひどいことを言ったんです。恩人であるその人も血まみれで、その場ではパトさんが私の恩人を襲っている光景にしか見えなくて。でも後々考えたらわからなくなったってことかしら。はい、私はパトさんを全部知っているというほど、出会って日数も経っていませんし、どれが本当のパトさんかわからなくて。それでその恩人の人はどうなったの？月を見て逃げました。だから無事だと思います。私の偏見だけど、そのことかちゃんの恩人って何かやってたの？それはどういうことですか？パトってね、すっごく奥手で、本当に極力他人を傷つけることをすっごく嫌う人なの。昔はすごく弱くて頼りなくて、喧嘩だって多分すっごく弱かったと思うわ。それに常に鍛錬をサボって家から出ないから、お父さんに無理やり一人暮らしをさせられたくらいだし。今のパトさんからは全然想像できませんね。私の知っているパトはそんな人。だからそのことかちゃんの恩人を理由なしに襲うなんて想像できないのよ。でもそれを言えばシアーネさんもすごく優しくて。シアーネさんっていうのね、最近会って話したの。はい、8年ぶりにパトさんと公園でお話をしている時に偶然出会って。その時は宗教の勧誘のお仕事ということで私たちに近づいてきたらしいんですけど。へえ、今はそのシアーネさんは宗教の勧誘をしているんだ。どんな宗教だったの？悪魔信仰教団っていう宗教でした。ごめん、ことかちゃん、一つ聞きたいんだけど、そのシアーネさんの服装で、何か線のカラーとかあった？あとなんか番号とか。黒フードに黄色の線、番号は確か、52だった気がします。よりにもよって公爵クラスじゃない？どうしたんですか、月下先輩。悪いけど、今回の件、100% ことかちゃんの恩人が悪いわ。あとがシアーネさんを襲っていたのにも納得だわ。なんでですか？悪魔信仰教団、略して悪信教は世界中にいる、極悪な邪教犯罪集団。その中で司教と呼ばれる人は全員指名手配が出されているほど、むしろ殺せと世界から指令が出てるくらいなのよ。嘘？坊やだ、月下どうした？ねえ、聞きたいことがあるんだけど、東京に悪信教がいるって情報は知ってるの。月下先輩、わざとスピーカーにして。知っている、東京に5名の司教がいて、その5人各自が東京で悪事を働いていた。一人は薬物売買、一人は薬物製作、一人は建設物破壊、一人は偽物製造、売買。それでシアーネという人が行っていた事件は、無差別殺害だ。被害者はここ数日で100名以上、パトの情報によると勧誘の選別で行ったらしい。それで今はどこまで解決しているの？
最初の4件は市長討伐によって解決が確認された。だがまだシアーネの件は昨日パトの報告では逃したため、まだ継続中だ。でもなんで今回パトたちがこの件に絡んできたの？何もなかったらパトたちは何もしないでしょう。パトが言うには、シアーネはお前も知っていると思うが、福読みの一人娘、コトカちゃんだったか。シアーネはコトカちゃんを大会前に殺害して、父親への見せしめをしようと企んでいたらしい。だからパトが動いた。ってことなのね。ああ、シアーネは俺や母さんの恩師でもあった。それを昨日パトに話したら、シアーネさんを救いたい。俺が好きになった子をずっと支えてくれた恩人を。と。そして、どんな形でもシアーネさんが救われるなら俺は何でもする。と言ってくれた。正直、嬉しかった。シアーネさんを救うって言ってくれたパトは俺の思っている想像以上に成長してたくましかった。だからこそ、申し訳ないと思っている。パトに汚れ役を任せてしまったことを。そんな。それじゃあの時、パトさんは私の命を守るために、シアーネさんの尊厳を守るために戦ってくれたってこと。それを私が、考えなしに邪魔したんだ。パトさんはみんなのために危ないことをしてくれてたのに。そんな、私、最低だ。ずっと自分のことばっかり、自分の都合でしか判断できなくて、周りの都合なんて見向きもせずに。あの時、パトさんを信じていれば、謝らないと。結果先輩、私、パトさんに謝ってきます。待って、私も行くから。まさか福読みの娘というのか。結果、コトカちゃんを追え。言っただろう、シアーネの目的はコトカ殺害だ。今も逃走して、日にちも大会に近い、もうすでにレッドゾーンなんだ。わかったわ。パトさん、謝らないと、私はあの時、信用していれば、ゲホ、ゴホ、息が、呼吸が、でも止まるな、すぐにでも謝らないと。なんで、私は、体が弱い。ずっと、私は守られて、甘えて、支えられて、その結果がこれ。私は私自身が一番大嫌いだよ。コトカちゃん、大丈夫。無茶したらダメよ。体が弱いんだから。結果先輩、教えてください。私は、なんでここまで弱いんですか。結果先輩はパトさんを信じた、信じれた。でも私は疑った、信用できなかった。私は、ひどい人なんです。そんなことないわ、それは当然のことよ。コトカさん。だって、その通りだもの。みんなに愛された可愛いお人形。何かをしたわけでもないのに、ただ愛想がいいのと、可愛いだけで周りがあなたの味方をして、愛してくれる。それがあなた、だから壊すことで周りが絶望する。私の大事なお人形。あなたがシアーネね。なんてまだまだしくて恐ろしい気配。スイスで戦ったカルオスとは比べ物にならないじゃない。パトはこんな奴と戦って優勢を保っていたの。シアーネさん、なんでここに、迎えに来たの？一人じゃ寂しいと思って。この世は苦しいでしょう。だから私の世界においで、楽にしてあげる。殺しに来たってはっきり言いなさいよ。もうこっちは全部知っているんだから。ふーん、ならそこを離れたら、あなた程度が私の相手になるとは思わないけど。素の実力、というか気配がお父さんと同格、恩師で言ってたんだから当然か、まずいな。多分私、勝てない。教えてほしいんです。どうしてシアーネさんは、そこまで変わってしまったのですか。さあね、わかんない。ダメよ、まともに会話できる人じゃないわ、真に受けたらダメ。そうね、ならこのまま終わらせましょう。くる、少しでも対抗してコトカちゃんを守らないと。くる、待たせたね。パト。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回も動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。